ははいどうもこんにちはイワスタースティーブンです今回はこれです。ガチャガチャです。6個買ってきたんですけど中身何かっていうとあのダウンタウンお笑い芸人のダウンタウンの松本人志さんがなんか考えた珍獣松本人志さんが考えた珍獣がなんかミニフィギュアになったっていう。 やつらしいですちなみにと、ね、全部で6種類あって、うち5種類が普通であと1種類がなんかシークレットらしいです。僕超超絶運いいですから、運極ですからね、僕。ジョジョのスターダストシューターズのガチャガチャで、あのー、あれだよ。あれタイスたもん出してないな。まあ、まあでも。 でも、運はいいんですよ。運はいいんですよ。ほんと、ほんとにね。本当なんですよ。あの、何せね、僕、む昔、小学校4年生か5年生の頃、コロコロコミックからじゃないですか。あれの検証で、ポケットモンスターのエメラルド、500人プレゼントのやつ当たったことがありますからね。なので僕、あ、そこで運全部使ったのかなそんなことないよね。そんなことないよね。<laughs> というわけでも、うこの6種類でシークレット含め全部、揃えたようなもんということで、早速、 開封していきます。それでは早速どんどん開けていきましょう。そうだね。まずはこれだね。中身は、よっと、これは、宿ゴリヤ宿カりじゃなくて宿ゴリです。貝の中からゴリラの手が出てる宿カりですねで。こちらが宿ゴリです。指がサムズアップですね。ゴリラの手がグーってなってます。この宿というか貝殻のデザイン、なんかガチャガチャとは思えないほど成功ですね。 ゴリラの手も本物を見たことないから何とも言えないけど、だいぶリアル寄りのデザインですね。ちゃんとね、こうやってストラップもついてるし。はい。まず1個目は宿ゴリでした。次はこれ。よいしょっと。黒いからね、中身がわかんないんだよね。お、これは男エイ男間 A。何普通の A だよな、これ。よくわかんないな。ちょっと見てみよう。これですね、A です。A は確か尻尾に毒があるんだよね、これ。そうかななんか別段を。 男前って感じでもない。なるほど。男前だ。もうなんだろう。ここに顔がプリントしてあるんですね。鼻筋もちゃんとしっかり通ってるイケメンです。男前だいぶ平べったいね。こっちお、表、表って言っていいのか分かんないけど、表側は普通の A だけど、裏が男前 A というわけですね。次は3つ目。よい。ちょっと。おこれは、もやしし。もやしもやしっこみたいな感じの。 ライオンってことだね、これ。もやしの獅子もやしし。全然これサバンナで生き抜けてない。あばら浮いてるし、なんかもう、ええー、嘘。細。このストラップの紐より細いですよ。折れそう。顔はもう顔、顔だけだったら、こうやってひょこって顔出したら、お、ライオンかなと思ったらもう、こんなですよ。うわぁ、気の毒。あ、肉球もちゃんと書いてあるね。いやぁ、ちゃんと食べなよ。どうしてこうなっちゃった で、4。なんか、なかなかね、最先というか、ペースいいですよ。次に、1、2、3、4、5、6みたいな感じでね、どんどん揃っていくと思うんですけど。というわけで、次は4つ目。よいしょ。ほ。へ、への鳥多分、イントネーションは火の鳥みたいな感じで、への鳥なんでしょうね。へで飛んでるああ、確かに。すごい。躍動感がすごい。へですよ。へで飛んでます。しかも、への部分がクリアパーツになってる。 あなんかおけつおけつはだいぶ人間に近いようなプリケツですねここの部分だけ羽がないなんとも躍動感あふれるデザインになってますよこれしかしこことここがうわあちょっとやばい怖いなこれストラップつけた日にはもうへの部分だけ消えてただの変なプリケツの鳥になっちゃいますよこれナンバー3ヘの鳥ですもう順調も順調この調子でいけばもう全部揃うよね よしじゃあ次これです。なんかちょっと軽いな。よし。五つ目は、よいしょ、ん嘘。嘘でしょ被ったうーわなんてこったい。もやししが被りました。もやししが二つになっちゃいました。うわー、ここに来て被っちゃうかーもうもうこの時点でコンプリートのお話はなしになりましたね。うわー残念すぎる。 じゃあもうこれこれラストですよラストさすがにねもうここかぶったからね次新しいの来いまたお前かまたお前かサムズアップしてるヤドゴリくん2種類かぶったぞ困ったなまあでもまあでもしょうがないなもうしょうがないなこればっかりはもうこればっかりは運ですからというわけで見ての通りヤドゴリが2種類もうエシシが2種類 ヘノトリが1種類と男マエイが1種類。6種類中4種類が出ましたね。結局シークレットが何なのか分からずじまい。あー、でちなみにね、シークレットじゃない5種類目は二度アライグマって言ってね。な、なんだろうね。手が2つあるから二度洗いできるアライグマ的なやつなのかな。シークレット何だったんだろうな気になる。